夜とかはいろいろラジオの放送とか配信があったりするので、今日はちょっとお昼にさせていただきたい、させていただきました。ありがとうございます。あ、お昼飯食べました。そうなの、食べました。ん、夜勤に備えて寝てくれでした、セーフて、あーあー、お昼、あ、ね、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。ん、休みの方もいらっしゃいますか。うん、今日は確かにお天気が良くてお昼はあったかいですね。お昼ご飯はですね、お昼ご飯はあのお刺身、お刺身を食べて、あのあとは餃子も食べました。美味しかったです。焼きそば、おーいいですね。焼きそばも美味しいんですよね。そうなんで、お刺身はですね、タイとたたきとタコです。美味しかったです。はい、きゅうりの漬物みたいなのを食べました。サラダと洗濯して、お昼ご飯食べてない。あー、お腹大丈夫ですか。大変な夜でも、はい、うん、そうですね、今日はそうです、あの19時から、あの私はあの出演ではないんですけど、ジュリナさんとエイワさんと、あのあとドンさんと3人で27枚目シングルのことについて、はい、配信があるのでちょっとドキドキですが私もちょっとね、すごい気になるので見てみたいと思います。あー、シチュー、わー、いいですね。シチュー美味しいですね。ラーメンでした。おー、あの手作りお弁当、めっちゃいいですね。わー、愛情たっぷりです。うん、お仕事の休憩中にもありがとうございます。お忙しい中嬉しいです。大丈夫ですか。あ、僕も餃子食べたよって、おー一緒ですね。美味しかったです。餃子、あの水餃子じゃなくて焼いて食べました。キュウちゃんじゃないと思います。浅漬けですかね。はい、あー、お好み焼きもいいですね。お好み焼きも好きですね。うん、泊まりで仕事もあったり、めっちゃ大変ですね。お疲れ様です。お腹いっぱい食べれました。美味しかったです。あー、三村さんのコメントの方もありがとうございます。嬉しいです。今はムカデちゃん紹介させていただいてます。ヘロー、ハロー、ヘローじゃない、ハロー、ありがとうございます。ハロー、時がむねむね。皆さん19時からも、はい、よろしくお願いいたします。今日はちょっとあのちょっと時間がいろいろかぶってしまってるんですけど、はい、公式ブログさんにもちょっと宣伝させていただいたんですけど、19時からはその27枚目シングルのこの配信がありまして、で20時からはですね、あの DMM さんの方で12周年公演のリバイバル配信を行ってくださってて、今日は私も出演させていただいた手をつなぎながら公演の配信も20時からあります。そしてですね、ちょっと20時半からはあの CBC ラジオさんの観覧車へようこその放送もあるんですよ。あの手羽たこの、はい、ゆうゆとひなぴよと出演させていただいた回なんですけど、ちょっと時間帯がちょっと被ってしまってるのでちょっと申し訳ないんですけど、はい、ちょっとよかったら見て聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。聞きますね、ありがとうございます。かねちゃんはかなり本格的ですね。おー、そうだね、歯が今日はね、できました。あの紹介させていただいてるとか、そうなんです。今日はですね、私はそうなんで、お休みです。はい。ミート目が大変。そうですね。あー、なんかでも、3連休じゃない方もやっぱいらっしゃると思うんですけど、この SKU48 たくさん感じて楽しんでいただけたらいいなって思います。
先輩ですね。あ、手元箱ですか。そう、でもなんかちょっと抜けてる部分もちょっとラジオで出てしまったりなんか、はい、でもそうみんなでワイワイ楽しくお話しさせてもらえたので、はい、ぜひ聞いていただきたいです。ラジオは21時まで30分間ですね。初のゴンドラマスターです。間に合った。あ、ありがとうございます。お忙しい中嬉しい、ありがとうございます。盛りだくさんなんですよ。そうなんです、今夜お忙しい。嬉しいですね、嬉しい悲鳴です。ラジオ楽しみで、やった。ああ、平均さんもありがとうございます。見てくださって東海テレビさんも嬉しい。浜で作れるとは思わなかったもん。本当ですか。なるべくもう、はい、忠実にあの絵にあの、はい、こう合わせてリアルに作っていけたらなって思ってます。はい、確かに洗濯日和ですね。あ、洗濯機、そうね、一人暮らしの時とそうですね、回したんですけど、ちょっと今お母さんがいてくれてるので、お母さんが、はい、回してくれてます。はい、そうなんです。フリーが進行したんでしょ。そうですね、ゴンドラマスターなので今回の観覧車では、はい、あの MC っていうんですか、なんて、なんか回す人、回すMC ですかね、をさせていただきました。緊張しましたね、すごく。あー、私のウィルハコでカラオケ屋さん楽しんだな、思い出。あー、ウィルハコさんでも見てくださったんですね、ありがとうございます。12周年公演もね、でも1ヶ月ぐらいしか経ってない、なんかそうですね、1ヶ月ちょっと経ってますね。結構なんか昔に感じちゃいますが、はい、また思い出しながらこう見てもらったり、見れてなかった皆様もぜひ見ていただきたいです。なんか手をつなげな公演はあのシャッフル公演で出させてもらってたんですけど、ジェリナさんとは初めて出させてもらえて、でもすごい思い出なので、よかったら見てみてください。あー、ラジコさんでもありがとうございます。そうですね、観覧車へようこそ、ラジコさんでも聞いていただけるのでぜひよろしくお願いします。嬉しい。仕事中にこっそり見てます。あー、すいません、お仕事中に。大丈夫ですか。あの、はい、無理しない程度で。ありがとうございます。確かに今日もですね、そうですね、あのメイクしてないので顔がすごく幼いです。すいません。カツ丼と親子丼どっちが好きですか。迷いますね、両方ともすごく好きなので、親子丼の方が好きですかね。でも両方、うん、決めれないぐらい両方好きです。うん。あ、こんにちは、ありがとうございます。ゴンドラマスター、山の知り合いがないか一安心ですね。あ、そうなんですよ、あのね、ゲストの2人がそのゲームしたりとか、そう、闇の指令に答えたりするんですけど、そうですね、それはちょっとあのはい、あの結構闇の指令も難しかったりするので、はい、でも、うん、そう、それはそうでしたね。うん、お便りも、ごめん、お便りもなんかすごい結構たくさんいただけて嬉しかったです、ありがとうございます。お昼はオムライス食べてます。おー、いいですね。最近食べてないですね、オムライス。今日から名古屋出張なんですが、おすすめの場所ありますか。おー、なるほど。ちょっとあのね、今ちょっとね、新型院がまたすぐ入り出してるので、そうですね、そこは本当に気をつけていただきたいんですけど、どうだろう。でもなんか目
ごいですよね本当に。参戦居酒屋とかね本当にちょっと今コラボは終わっちゃったんですけど、でも本当にいいです、素敵ですし、食べ物だとなんだろうな、あのさ、うん、坂上さんの手羽先とかも美味しいなって思いますね。特にあのコンパルさんも好きです、エビフライサンドはい、でもうん、ヤバトンさんとかも最初ら辺に行ったんですけど美味しかったですね。うん、いっぱい美味しいのがあるんですよね。コメダさんも美味しいですね。最近は行ってないですね。コメダさんに行った時はシロノワールを食べました。美味しかったです。昨日来られなく泣きました。あ、少量配信ですか。あ、すいません、なかなかね会わない時もありますが、あのありがとうございます。スピンめっちゃ可愛い、いい、ありがとうございます、優しい。そう、うさ顔可愛い、ゆきみにゃんです。ネズミさん持ってますそう、白飛びをね守ってくれてるんですよはい、宝くじですか。宝くじは買わないですねはい、買う予定はないですね今のところ。こんにちはなこんにちは、いや寝起きではないんですよね、はい今日は何時ぐらいですかね。でもちょっと今日遅かったですね。はい、エブライスも美味しいですよね。うん、たまに手羽先食べるのおすすめは、でもやっぱ坂上さんなんかプレミアムみたいなのがちょっと本数が少なかったんですけど、はい、あのなんか美味しくてびっくりしました。なんかプレミアムっていうのがあってなんかちょっと高級な感じでしたね孫お孫さんとプリキュアショーを見に来てます。いいですね。プリキュア私も好きなのでちょっと行きたいな行きたいです。チョコミントとチョコバナナどっちが好きやん。チョコミントはちょっとあんまり食べたことないんですよねはい、チョコバナナですかね。うん、あー花束、あーありがとうございます。サムネイルに書かせていただきました。水全部、あーなんか、あそうですね、え全部かけたと思いますはい、月一でいきます。いいですね、さすが、そうです、いいですね。なんかこの前ユースビーも行ったって、あ、サンジャナイの時ですかね、なんか言ってましたね。子供ですか？え？あ、私ですか？私は19歳です。もうちょっと成人式になります。あー、これからは娘込みうどんが美味しい季節。そうですね。あときしめんとかも。あったかいの美味しいですよね。小倉さんの衝撃的に美味しかった。名物がいっぱいで本当に。食べきれないがありますね雨村さん見てくださってありがとうございます。皆さんも悔しい、すごい。チョコミント、あーなんか聞いたことあります。はい、違いますね。アンキースは有名な感じですね。そうですね、有名ですね。お
味しかったです。苦手な食べ物は、いや、あんまないですね。出先なのでまたね。あー、全然大丈夫です。ありがとうございます。うん、あ、471日ありがとうございます。早い、早いですね。ブラジル語のご挨拶は、え、なん、ブラジル語が、すいません、ちょっとわからないんですけど、ありがとうございます。あ、確かにコナナさん好きって言ってました。チョコミント知ってます、私も。うん、1391人の方もありがとうございます。嬉しい。アンスパは甘辛なのか、甘辛いのかなと思ったら全然違った。あ、でもそうですね、なんか結構辛くはなかった、私もイメージがあります。うん、食べやすい、食べやすい感じ。甘い、甘いのかな、美味しかったですね。うーん、フィアの人はあんまり名古屋飯って食べない感じですかね。どんな、私はそう、もともと大阪出身なので。そうなんです。でもあの、こっちにそう引っ越してきてからは、最初の方とか特にいろいろ行ってみたりしたり、あとケータリングとかでも、あの、出してくださったりします。結構大阪は、いや、大阪も、どうなんだろう、私の大阪の実家がそうなのかもしれないんですけど、薄味ではなかった感じのイメージがあります。はい、北川家はどちらかというか濃いめですかね。はい、はい、ではそろそろオートタイムを今日もさせていただきたいと思います。はい、ではちょっと待ってください。待てよ、立派な外人、やったー、嬉しい。あれ、イヤホン、あ、すいません、イヤホン見つけました。そう、イヤホン最近そう見当たらなくなっちゃうんです。はい、今日はですね、今日今日の20時からですね、20時からはリバイバル配信の手をつなぎながら公演のリバイバル配信があるので、手つなの公演の曲を歌わせていただこうと思ったんですけど、あの曲しか入ってなかったんですよ。そうなんですよ、私も歌わせていただいたことあるんですけど、唯一あった曲を今日は出していただきたいと思います。では出させていただきます。なんと、そう、入っててほしいですね。意外とそう、なんか1曲しかなかったです。何でしょうか。では、曲を入れさせていただきます。うん、ありました。はい、そうですね、じゃあ今から音量を上げさせていただきたいと思うんですけども、カチカチっていう音がうるさいかもしれないので、よかったら音量を、ちょっと待ってください、下げていただけると嬉しいです。はい、今日でも上がってる気がします。では音量上げさせていただきまーす。いきます。あ、今日は音量がマックスじゃなかったです。はい、ありがとうございます。マックスになりました。はい、では歌わせていただきたいと思います。ちょっと早口な部分があるので
ょっと滑舌がうまく回るか不安ですが頑張ります。では聞いてください。いきます、どうぞ。遠い空の裾野から朝の光が溢れ出す。サンライズ、サンシャイン、ダムの門を開けたように今清き水が流れて砂漠の街を満たしてく。 Every day, every time、 僕は今日も生きてる。 Whoa、学校に行って友達とふざけ、少しだけ授業も耳に入って、大人たちの知恵をつけられることがどれほど大切なことなのだろう。はみ出さないようにルールを守って、壁の時計をぼんやり見てる。水道の水が出しっぱなしで、いつの日か僕だけ溺れそうさ。この今の青春と呼ぶのならば、どうやって過ごせば輝くの。鏡の中の僕は相変わらず、未来へと続く道の上で、ごめんなさい。もっとジタバタしながら、やりたいことだけやればいい。失敗したって、もう一度やり直そう。何も恐れることはない。遠回りでも時間はある。 Anywhere, anytime、 僕はずっと生きてる。 Whoa, 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 whoa。愛なんて何も知らないくせに、愛の歌いつも口ずさめるよ。戦争のない国に生まれ育て、平和とは何か考えもせずに、地球上のすべての人たちを幸せにする、その理想にはあまりに僕は無力と知って、誰かヒーローになる日を待った。虚しくて切なくて、やるせなくて、心の器は空っぽで、生きることの意味を考えるたび、見えない涙ばかりがこぼれる。もっとジタバタしながら、あちこち傷を作ればいい。ファーストタイム痛くたって、いつかかさぶたになるだろう。血を流したその後は、強い自分になれるはず。 Say no, say yeah、 生き方を声に出そう。ジタバタしながら、やりたいことだけやればいい。失敗したって、もう一度やり直そう。何も恐れることはない。遠回りでも時間はある。 Anywhere, anytime、 僕はずっと歩いてる。もっとジタバタしながら、あちこち傷を作ればいい。First time, 痛くたって、いつかかさぶたになるだろう。血を流したその後は、強い自分になれるはず。 Say no, say yeah、 生き方を声に出そう。
とうございました。グラディーデイズでした。ありがとうございます、聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ちょっとそうですね、早口のところがやっぱりすいません、ちょっとだいぶついていけてなくてすいません、難しかったです。久しぶりに歌わせていただきました。はい、唯一そのこのグローディーデイズは入っておりました。そうなんですよ。はい、でも12周年のこの前の声の時はこの胸のバーコードをさせていただいたんですけど、はい、そうなんですよ。ライブとかではありますね。この曲、ああそうですね、踊りも結構激しいので、そうですね、結構いつもそうですね、息切れちゃいますね。そう、ラップっぽいところが難しいです。ありがとうございます、今日も聞いてくださったり、ミラーボールとか、はい、いろいろ嬉しいです、ありがとうございます。そうなんですよ、鉄のとかも入ってないんですよ、トークにもいてもとか大好きとかもそうないので、そう、入っててほしいなと思うんですけど。はい、今日もありがとうございます、聞いてくださって、43人の方も嬉しいです、ありがとうございます。お昼からいろいろ考えさせるいい歌詞ですね、確かにいいですね。では、はい、今日も発動させていただきたいと思います。そう、今曲少なめなんですよね。今日はそうですね、詩人も入ってなかったです。はい、今日は何がいいですかね。あ、じゃああちらで行きたいと思います。はい、行きます。ヨコギャーン、ヨコギャーン、ビーム、わーからの今日はきしめん、きしめんでした。今だけと迷ったんですけど、今日はそうです、名古屋名物のお話が出たので。はい、きしめんにさせていただきました。ありがとうございます、きしめん食べたいですね。美味しいですよね。はい、2123人の方も嬉しいです。じゃあ改めてもう一回、今日の告知を、告知。はい、今日の19時からは27枚目シングルの配信が、はい、あります。はい、ドキドキです。そして20時からはですね、DMM さんの方で12周年公演、手をつなぎな公演のリバイバル配信があります。はい、そして20時半からはCBC ラジオさんの SK48 の観覧車へようこそ、ひなぴよとゆうゆうと出させていただいた回の放送が21時まであるので、はい、ちょっと盛りだくさんですが、いろいろ見て聞いていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。感想もよかったら、はい、聞かせてください、よろしくお願いします。では、今日はちょっとお昼からでしたが、はい、ありがとうございました。お忙しい中も嬉しいです。皆さん、ゆっくり休んでください。あ、はい、ゆっくり休んでくださいじゃないですね。お休みの方は楽しんでいただきたいなと思います。お仕事の方も、昼からも無理しすぎず、ファイトです。私も頑張ります、お昼から。では、皆さん、今日もありがとうございました。楽しかったです。また明日も配信させていただきます。ありがとうございました。幸穂子。ありがとうございました。